奥村祐希は、地方競馬の兵庫県競馬組合、西脇馬寺公園、岡田理一旧社所属の元騎手である。勝負服の柄は、銅黒、青 V 字が好き、袖青。京都府出身。血液型大型。地方競馬教養センター騎手家庭第81期生。2005年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年5月3日。 第3回、園田競馬3日目第4競争 C11 組4歳、以上条件戦山勝黒リオサで、初起乗。同年5月12日第4回、園田競馬3日目第3競争 C13 組4歳、以上条件戦を山勝黒リオサで優勝し、初勝利。2006年5月3日4日に実施された、ヤングジョッキーズステージ2006に出場。 同年6月29日第7回、園田競馬6日目第6競争 C62 組4歳、以上条件戦名勝権豪の騎乗を最後に、騎士免許返上し廃業、を引退した。地方通算成績は179戦3勝2着8回3着7回、勝率1.7%、連帯率6.1%第81期騎士候補生。 終了式地方競馬情報サイト平成16年度第4会長教師機種免許試験新記号各社発表地方競馬情報サイトニュースリリース2006年5月園田、姫路競馬場ニュースありがとうございます